はい、どうもアウトロインハイです。はい、本日ね6月6日日曜日、中日対オリックス4対0でね負けたということで、今日はね出かけていたのでね試合を考察できないので、私のね、打てないねバッティング姿をねもうくだらないですけども、ぜひご覧にいただければなと思います。バッティングセンターね、最近通い始めたんですけど、言い訳なんですけどね、この動画撮る前にね行った時はホームランたまたま打ってですねホームラン券を1枚得たんですけども、それ以来ね全然打てなくて、これ今日行ったんですけどね、今日行って1打席目なんですけど、明らかにね差し込まれてますね。ストレート100キロなんですけどね、はい、もう多分これきっとバッティングやってるからだからしたらなんだこいつはと思われるかもしれないんですけども、ぜひね2分ぐらいの動画なので温かい目で見てください。明らかにね腕がね伸びてないというか、打たれる時にねもう腕が下がってるというかね、はい、フォームだけねバットをこねくりまして、本当に情けない姿ですね。動画はね撮られてることは分かってたので、次回はねもう少し行った時はねもっと飛ばしてる姿を見せたいですね。初めてバッティングセンター行った時にホームランを1本打ったので、そのところはね見せたかったですね。はい、もう少しねこう腕の筋力もつけないとね、もう毎日ねこうドラゴンズの選手にね打てない時に結構なんで打てないんだとか言ってますけどね、自分でやはりこうやってきちんと野球をやることによっていかに選手がね大変か過酷かっていうことをね身に染めて感じましたね。はい、きちんと自分でもね野球の難しさを感じてですね、これからね毎日ドラゴンズを考察していきたいと思います。はい、全然打てませんね本当に。打つ時になんて言うんでしょうね、一回、ここですね、ここから、なんて言うんでしょう、全部打球詰まってますからね、なかなか情けない、もう言葉が見つからない。この動画、今ちょっと撮りましたけど、この動画をね、見せること自体が恥ずかしかったんですけども、きちんとね、公開していきたいと思います。ではね、来週から交流戦ね、折り返しますけども、ドラゴンズね、まだ1位なので、頑張っていきたいです。はい、本日ね、ありがとうございました。